文部科学省が2022年に生徒指導提要を改定したことを背景に、生徒が主体となって校則を見直す取り組みが県内の中学校、高校で進められています。今月8日、徳島北、鳴門、明西、阿波高校の生徒代表が県庁を訪れ、校内でどのように意見集約したのか、また議論を重ねた過程などを後藤田知事に報告しました。明西高校は LGBTQ の観点から男女交際についてという文言を交友関係に変更。鳴門高校では靴下の色制限を見直してグレーを追加することなどが決定しています。プレゼン終了後は後藤田知事から総評が行われ、生徒たちは真剣な眼差しで耳を傾けていました。自分の頭で考えて、自分でルールを決めて、自分で切り開いていくという一つのその体験をしていただいた、また社会に出ていってもですね、その思いをしっかり引き継いでいただきたいなと思います。今回見直した校則は学校ごとに順次施行しているほか、ホームページで情報を公開しています。